があるとき、ないとき、あるとき。はい、来ましたー、グランドブン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 、グランドブン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 、ガルマの3分クッキー、3分で何作る、あなたの顔をクラッシュクラッシュ。10万でなかったことにできます。30万円あります。絶対ありがとうございます。お願いします。集合、みんな集まって。はい、ピーチ姫出来損ない。10万円でカットできます。いや、30万円でお願いします。え、マジどこガチ隠れやな。こことかも廃墟でしょ。なの、10万でなかったことにしたんで。一回全部出せよ。これも出せよ。全部一回、になるから。N しよう。おっと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 。5年給料なしな。どうも、タバコ吸わない禁煙者、アスファルト伊藤です。どうも、花を愛した男、花坂じいさんです。どうも、全力疾走10万で長友にできんで急いでしてほしい。10万で長友にはできる。絶対払う。トゥル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 マサラタオニー、さよならバイバイ、俺はこいつと旅にいる。ボボボボボボ、集まれ仲間がボボ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 。何歳ですか。恥ずかしくないんですか。10万円カットお願いします。キレイボール。はい、ちょっとね、静かにせよ。はい、今からちょっとエマイ君起こしていきたいと思います。行きましょうか。行きましょう。エマイ君、エマイ君、何、え、何カメラってか、もし何、今何、10万でカットできますね。50万でカットしかない。はい、では次はエマイ君のチャレンジです。どうぞ。いきまーす。え、すげえ、マジでいける？いける。結構振り込む力使った方がいいんじゃん。これで。はい、なんで。10万でカットしますよ。10万でなかったことにできます。払います。10万急いで払います。すぐ読んでた。これで完成。はい、完成。見て、はい、見て見て見て。はい、ブラジルの枕、これで、ね、ブラジルの枕なあ。え、色の根の最後の人、最後も全然笑わない。なあ、最後も全然笑わない人。まあ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 、もう落ちへん。おー、すげえ、うまっ。ちょっと、その技は何なの。タイの先住民。いろもやの最後の人。あんだけ笑ってくれてたのに。最後、いきなりいろもやの最後の人や。お前んちどうな、行こう、うん、お前んち行ったよ。じゃあ、え、じゃあお前のさ、こいつの実家行ってさ、うん、なあ、こいつの実家行ってさ、お前、お前殴りこいつ。え、マジお前、お前何してんの。かっこいい。これでなんかおかしくなくなったやな。これで完璧フィギュア団にも使える。じゃ、おかしい。おかしくないやん。おかしくないよ。これはおかしくないねん。これがおかしいから。え、ここおかしくないよ。おかしい。これがおかしいねんて。これでいいやん。なんで冷蔵庫フィギュア台にしてんなんて。じゃあやるや。
お前んち。お前んちの冷蔵庫に、こう砂詰めて、ガーラのフィギュアドーン置いてあるわ。色もねの最後の人とかじゃないでしょ。そうです、すめへんで、お前。行くぞ、お前、マジで。じゃあ、どうしたらいいんじゃん。じゃあ、こう、お前らんちやりに行こうよ、今から。これ持って行ってさ、やるよ。こいつ持ってって。着きましたよ。着きましたね。着きましたね。もう、店員さんの顔は剥ぎましたけど。さすがに俺、テンション上がるすぎてさ、これ着てもうたら、沖縄から、多分俺、オホーツク海まで泳ぐんじゃん。え、色もね屋の最後の人色もね屋の最後の人で、え、どう、どうやった、おもろかったん。いや、色もねやったら100万獲得っすね。なんか目が怖いね。いやもうどこにつけるか、じゃあいけに決めたいと思います。そうです、それが一番大事な、はい、つけれる場所言いますね。はい、頭手、はい、お尻。うわじゃあいけに買った人から選べます。はい、行きましょうか。それは普通に行こう。はい、最初はグー、じゃあいけに、ほい、よっしゃ頭、よっしゃ頭、よっしゃ頭。さあ、大丈夫ですか、笑いって。俺思った、おもろないなと思って。今のじゃあちょっと変なとこ言います。なんかここでいきましょう。とりあえずパー出してください。うん、パーで一発目アイコでいきましょうか。あ、うん、最初はグー、じゃあいけに、ほい、ここ俺、ここなあ、え、色もねの最後の人色もねの最後の人おるんかなと思って。え、普通にチーズバーガーセットっす。もうただのマクドっすね。で、あと絶対暇やんか、そこでやられへんすよね、はい、今手で、一応なんか家で暇じゃなくなるの。じゃあどうしたんすか。手使うねん。え、何通り手使うねん。久しぶりに声出したから、むせたわ。大きい声久しぶりに出したから、俺。インキャの人数ない。ずーっと静かにしてた。インキャの法則やな。みたいな、えって返事するとき、んみたいになる陰キャの法則や。え、色目なの最後の人色目でやるみたいな。色目なの最後の人ちょ、結構いるよ、でも、キーは。色目なった。どれこれ。あーお前ドテッコツなあ、お前ドテッコツな、これでええやな。一人ドテッコツ、ほんま気消えた、終わりやて。無人島でもテレビでもやってたよ。もっともっともっと、お皿、お皿、こ、ああ腕折れた。色もねの最後の人色もねの最後の人な。こういう感じ、こういう感じ。当てんなよ。あ、当てる。なあ、なあ、当てんなよ。はい。おおー、すごい。これ、俺、夏川天心なあ。お、夏川天心か、これ。なあ、え、色もねの最後の人なあ。色もねの最後の人おるやん。もうこれも潮時か。これはまだまだ。これはまだまだ。今から、山ちゃん読んで、これドッキリ仕掛けます。こうやって、俺んちここっつったら、山ちゃんこっち行くじゃないですか。これ何これつって。これ何ここ何なんって言うじゃないですか。そこで、このスイッチをオンにします。そしたら天井が開きます。なんでお前ら出てくんの。天井が開きます。この仕組み。もう作りました、一人で。そして僕は考えました。あ、じゃあここにクリーパー置いちゃおうって。100体。いきます。クリーパー上から100台ドッキリー。色もねの最後の人